どうもどうも、こんばんは。はい、現在の時刻が4月12日の12時26分ということで、深夜でございます。深夜に撮影として歌いとると歌いとと深夜に撮影しているということは、夜食動画でございます。腹減ったのよ。今日昼ご飯をね、4時ぐらいに食ってから、何も食ってないから死ぬ。というわけで、今日の夜ご飯をご紹介していこうと思います。の前に、自由にやっていこうを言いたいと思います。自由にやっていこう。あれなんだね、一旦言いますって言ってから言うタイプのそういう日もあるということです。そういうことね。モザイク通ります。はい、まず1つ目、こちら、僕たちの牛カルビ炭火焼きおにぎり。美味しいはずです。これは初めて買います。初めて食います。多分美味しいんですよね。だって僕たちのって書いたんだもん。僕たちのって書いてあるおにぎり見たことあります？僕はないね。次、これね、普段買わないんですけど、夜食動画だからって言って買っちゃったやつ紹介します。こちら、カニ酢で食べるお刺身カニカマ、こちらです。これね、高いんだよ。ちょっと5本入りでね、200円ぐらいすんの。普段絶対買わないんだけどさ、やっぱ動画撮るから買えちゃうんだよね、気分的に。まあ、動画で写すし、レビューしたいなっていう気持ちもあるし、まあ一回買っちゃっていいやっつって買っちゃうんすよ。まあカニカマずっと気になった。もう本当に結構リアルに半年ぐらい気になってたから、やっと食えます。次、まあ、これはご飯というか、まあお菓子部門なんですけど、チップスターのバター醤油味、これも買いました。これはまあ食うか分かんないです。で、デザート部門がこれ、はい、もっちりクレープ、クレープチョコクリーム&ホイップ、生チョコクリーム&ホイップ。はい。高いの、これも。でも買っちゃった。美味しそうだったから。夜食動画はね、気分的にプチ贅沢できるんで好きですね。で、最後、今回のメインディッシュは、はい、こちら。富田のつけ麺でございます。これをね、解凍して食べていこうと思います。これちょっとね、多分時間かかっちゃうんで、先にやります。どういう状況よ。ここで食うんかい。寂しいな、そこで食われる。なんだよなんだよ、食卓囲みたいし。そしたら、そしたら、そしたら、今やってるんで、先にこっちを食べていこうと思います。まずちょっと炭水化物から摂取したいと思います。何味？さっきも言ったじゃん、牛カルビ炭火焼き。僕たちのね。そう、僕たちの。重要。めっちゃこぼしちゃうな、これ。掃除します。こぼしすぎだな。掃除します。そんなに海苔散らすことある？食いまーす。散らし寿司作ってます、もしかして。実はね。いただきます。あー、米しみるな。うん、量少な。くら。いや、普通の家こんなもんよ。普段どんな明るいところで過ごしてるのか知らないけど、家ってこんなもんよ。普通。正直すぎるだろ。普通でした。正直すぎるだろ。うまそう。いや、うまいんだよ。取っちゃおう、取っちゃおう。めっちゃ茶色い。ほんとに。ビールも茶色いし。全部茶色い。いや、でもうまいんだよ。茶色ってうまいからね。間違いないな。うまい。これ何？これは、ホルモンです。おー。いや、うまいんだよ。めっちゃおすすめ。ですって。カメラ向けられて飯食うのってこんな怖いんだよ。知らなかったわ。カニカマー、ニューカマーのカニカマーですよ。こうこうこう。暗い、ライティングが悪いんだよこの家。そう言われましてもね。お前がライト寄贈して、もうちょいハイペースで来るなら、あ、一月半に1回じゃない、2週間に1回なら寄贈する。なるほどね。うん、動物の森か。カニ酢いただきます。違いかけます。酢だけ酢みたいな。衝撃映像。酢だけ酢、ね、ここにかければいいか。カニ酢も食ったことないのよね俺。いただきます。
こんな感じです。うまそう、うまそう。カニカマとは思えない。おお、うまい、うまい、うまうまいわ。食う、もらうわ。じゃあホルモンちょうだい。うん、いいよ。いやいや、怖い怖い怖い。一人だけいきなり黄金伝説の店主。2個ぐらいいっちゃおう。あ、うまい、うま、茶色うま、うまこれ。カニカマうまいわ、思ったより。え、カニカマうまいわ。ズーン、ね、ん、すごいね。焼きました何かが。うまっ。麺のお迎え行ってくるわ。こんにちは。来たぜ来たぜ、お前らコンビニの麺来た。言い方じゃーん。手動バリュミューダ。やばくね。若干スープ少ない気がするけどさ、うまそう。匂いもちゃんとさ、この濃厚魚介系の匂いすんのよ。かくでうまいっしょ、こんなん。食いますね。2はまずね、麺だけいくんすよ。マジ2はね。でも俺は2じゃないんで行きます、ね、行けよ。いただきます。うまいのポーズ独特すぎるだろ。見たことないよ、そんな。うまっ。うまいわ、普通に。じゃあチャーシューいきます。うん、クオリティ高え。食事。どういうこと。食う。いや、いい、まあ、別にいいけど。そんなね、食わなきゃ損するほどじゃない。うん、2時間も並ぶの。並ぶ並ぶ。え、こっちのやつ、こっち自身じゃん。え、でかいでかい。こわ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 、え、こわ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 、え、やばいやばいやばい、怖っ怖っ怖っ。家族にラインしよう。怖っ。ちょっといい子アピールすな。結構マジで心配になった。続いては神型ライブラリーです。全然8もない。え、今大炎上してるじゃん、この人。ラーメンが終わっちゃいます。コンビニのつけ麺の悪いところってね、スープ冷めんのめっちゃ早いから後半萎えるんだよな。完食。ちょっと一旦お茶。よいしょ。デザート食おう。もっちりクレープ、生チョコクリーム&ホイップ。これが一番うまい可能性あるからな。うまそう。暗いからね、伝わりづらいんだよね。いただきます。多分ね。最悪だな。多分ね、何来るかなと思ったらゲップ食うのめっちゃ嫌だね。いただきます。うまっ。ちょっと汚いけど見て伝わりますか。皮が薄くて中身が多いのよ。まあ俺クレープは皮多くても全然いいんだけど、うまいね、やっぱね。口の中に生クリームのみが広がるような感覚です。うん、うん、めっちゃうまい。で、この若干入ってるチョコチップがいい感じに食感の違いを醸し出していて、そこも食感的に楽しいし、ホイップクリームとチョコレートクリームの相性がやっぱいいから、あの配合もちょうどいいんだよね。そこがまた絶妙にうまいな。一見ちっちゃいように見えて結構ボリュームあるから170円の価値ある。めっちゃうまいわ。ごちそうさまでした。最高だったな今日も。